えー、2024年合格を目指すレック弁理士講座エルズミスペシャルう安西先生のガイダンス動画でございます、えー、レック専任講師弁理士の安西ですよろししくお願いします、えー、ちょっと合成があのうまくいかなくてこの辺がもやもやしてますけど、えー、ご容赦くださいはい、えー、今年もやってきましたエルズミのお時期でございます はいで、えー、っとレックでお勉強されてきた方はですねえー。エリズミスペシャルの存在ご存知だと思いますえー、他の予備校で勉強されてきた方もいらっしゃると思うんですけど、おまあ、そういった方々にもどういった講座なのかあ、分かりやすく説明はしていきたいと思います。はい、それであそうです。最初にえー、っとこのゼミですね。あのー、宮口先生と私のダブル体制。 ダブル格子体制のゼミなんですねあのレックでも多分このゼミだけだけと思いますでこの動画見てらっしゃる方おそらくレックのページから飛んでこられてると思うんですがそのレックのページの方にそのゼミの概要が書いてあると思いますのでそれをご覧いただいてであと宮口先生のご担当される会については宮口先生が動画を撮ってらっしゃると思いますので。 そちらをご覧いいただければと思いますこちらは私の担当会でどういうことをするのかっていう話をしていきたいと思います。はい、えー、それで、えー、まあ毎年この話をしてるんですけど、まあ、エルズミ自体がもう十何年とかやっているのかな私はも,もうこの講座担当して10年ぐらいになりますんでね、えーとまあ、いつもこの話はしてるんですけどあのエルズミスペシャルは と論文の講座論文試験対策の講座ですであと、まあ、最初にいつもこの問いかけをしてるんですけどもえ受験生の多くは論文の勉強をここまでたくさんやってきましたと、えー、なんですけどどうして論文の点数が伸びないのかとこんなに勉強してるのになぜ伸びないのかという 悩みをお持ちの方が多いんですね。はい。でそれに対して、えー、は私がまずお伺いしたいのはなぜ伸びないかということをどこまで考えましたかという話なんですね。なんで伸びないと思いますかって聞きたいですね。はい。でえっ、ー、と私これまでいろんなあ受験生見てきましたし、あと入門講座もも の,あのチューターっていうのもやってましてね、えー、いろんな受験生見てきてますけどもまずですねもう私のう答えをまあ一言で言いますかね私が想像していることをこう考えることを一つ言うとなぜ論文の点数が皆さん伸びないのかはいそれは点数が取れる答案を知らないで勉強をしているからですはい。 皆さんたくさん勉強していらっしゃると思うんですけど、どういう答案が高得点になるのかというものを知らずに勉強しているのではないでしょうかということですね。はい。もうちょっとおなんていうか具体的にというかわかりやすく言うと、ちょっと言葉は悪いかもしれませんけど、皆さんね自分勝手に好き勝手に書いて添削を受けているんですよと私は思うんですよ。 うん、で添削っていうのもその断片的な指摘をされるだけですよね例えばこの部分はあこういうふうに当てはめをした方がいいとかここは冗調ですねとかねそういった断片的な指摘をされるだけで、えー、試験の答案用紙というあの限られたスペースと、えー、時間特別だったら2問で2時間意証書表あったら90分ですね1問。 その制限された時間の中でそういったものも加味してベストな答案というものはどういうものかっていう指摘は添削ではされないわけですよ。うん、で、まあ、皆さんレックの答案例とかも答連とかで見てらっしゃると思いますけど長すぎるじゃないかと。<laughs> あれを真似したとこで時間内に終わんないし、えー、4ページで終わりませんと。 いいいうのが率直なごご意見だと思いますご感想だとと思思まますす感想であのレック側もですね別にあれはそのこれを答案で書けるようにしてくださいという意図でお出ししているわけではなくてあくまで勉強のためということでねあのちょっと余分に知識を皆さんに与えるために余分に書いている部分もあるわけですよ。なので えー、だったりねそういうい答案が皆さんのお手元に届くわけですただ皆さんとしてはそれをねそういう説明も特に受けてないのでこれを全部完璧に書けなきゃいけないんだっていうふうに思ってらっしゃる方も多いんじゃないかと思います。そういういいわけじゃないんだよということをまずお伝えしておかなきゃいけないでしょうね。でまあそういう,うまあ結局点数の伸びない勉強を続けているので 点数が伸びないんですよねというのが私の思っているところでございますしたがってじゃあどうすればいいかということを考えるとまあ、その逆を考えればいいわけですねどこに配点があってどう書けば点がつくのかを知るそしてスペース時間も加味したベストな答案を知るはい。そしてそれに 自分の答案を近づけていくという勉強が一番効率的ではないかとそういうふうに思いませんか、はい、で、便利試験とは言っても、所詮は試験ですから、ね、所詮は試験ですから、まあ、答えが用意されているわけですし、似たような問題っていうのは繰り返し繰り返し、過言を見てみればわかりますけど、出てるわけですよ。そうすると まあそういう湯練とかはもちろん本誌を模して作ってますからそういう勉強をしていけば本誌でも対応ができてそして効率の良い勉強ができる効率,に効率的に勉強していけるというふうに思いませんかというふうなコンセプトをバッグに持って私はこの「エレズミスペシャル」を担当しております。 はい、それで、えっと、パンフレットなんですけどね、えっと、多分皆さんの皆さんというかその今、えっと、ネット見てらっしゃると思いますけど、えー、合格者のよいしょこのコメントも載ってるのかなちょっとこれ古いやつかもしれないですけどね「エルゼミスペシャル」を受講してくださって、まあ、それで受かってた方なんですけど あのまあ、ちょうどこの肝の部分赤で、えー、書いてあるところなんですけど今私がちょうど言ったことですね結局あの書き方があ悪かったとかね、えー、どこに点数があるのかっていうのをちゃんとお身につけて知って、えー、やってったら劇的に点数伸びましたそして受かりましたってことを書いてくれてますね。 あのまあ、それに気づいて、えーまあ、早期に気づいて、まあ、だから早期に受かったと、ねえー、そういうことがここに今経験談としたが、ねはい、ってですね、えー、まあ早く効率的に勉強してこう早く受かりたいんであればですねぜひ、えー、とも私の書き方で、えー、私が言う通りにやっていってくださいということで実行された方には あのとにかく私がこう書くんだぞと、こういうふうにするんですよ、こう考えるんですよっていったことをそのまま身につけてい、えー、っていただければと思います。はい。それで、えー、ともうちょっとお、今度はテクニカルなお話になるのかな、はい。今のコンセプトですね。どういったことを念頭においてやっていく必要があるのかって話でした。はい、で今度は、まあ、実際の方法論ということになります。今の 皆さんの答案って毎年ねエルゼミの第1回目とかあの、まあ、その場で皆さんが書いた答案とかちょっと見るんですけど通れの時間に書いた答案見るんですけどまあ点数つかないですよねとかねこんだけ書いてるけど丸をつけるところがないとか。 あとは1行で済むところを3行書いて無駄な時間を使ってるとかね、えー、なんかそういうとにかくしっちゃかめっちゃかな状態なわけですよあのその今の状態の,その皆さんの答案をベースにして是正していくとすると相当な時間がかかるんですよそれかもう原理的に直せないっていう状態かもしれないですどんなにに時間をかけても原理的に 軌道修正できないような答案の人もいますなのでだったら全てを捨ててもう一度1から入れ直しませんかっていうそういうふうに私は考えています今皆さんが書いてるものをベースに直していこうと思ってもまあ、仮に直せるとしても相当時間かかるだったら全部一切合切真っ白にしてもう一度正しい書き方で1から入れてったらどうでしょうかというふうな考えを持ってます なのでこのゼミの答案の出し方、添削の仕方を説明しますね。あのまあ、私の担当会のお話です。普通は、答連があって、皆さん答連で答案作りますよね。普通はそれを提出しますよね。で、授業を聞きますよね。で、家帰って復習しますよね。で、次の週までに添削がされて帰ってきて。 ほうほうあ何点だったここがこうコメントされたってなりますよねそういうことしません私の会では答弁をまずやって自分なりに答案を作ってもらいますでその答案はそのまま手元に置いて解説を聞いてもらいますで授業が終わってその答案をそのまま持ち帰ってもらいますで復習用にもう1枚答案用紙を入れておきますので 授業を聞いて復習をし授業を聞いた後のその復習をちゃんとしてもう一度家で答案を作ってきてください私の答案を見ながらでも構いません復習をした結果の答案を作ってきてくださいでそれを次の回出してくださいそれを私が添削をしますはいでその時に、まあ、ここに書きましたけど 実際に提出する答案を全然私の解説とか答案に沿ってないガリの答案で出してくる方がいるんですもう見た感じこれ復習したのかなっていうような風に見受けられる答案を出してくる方がいらっしゃいますそういった答案は添削しないで、えー、そのままお返ししてもう一回書,きな書いてきてください書き直してくださいということで採掘にします でこういったお話をするとあのこういったご指摘をされる方が多いんですねあのそんなねと解説を聞いてしかもあの後でお見せしますけど私はいつもあの私が作った完結答案でっていうのもお配りするんですでそれを見ながら書いてきてもいいよと言ってますそんな復習後の答案をね出して 添削をしてもらったところで点いかとはたまた安西が作った答案の、まあ、ほぼ丸写しになるんじゃないかとそんなことして意味があるんですかっていうふうに言われるんですけどその意味があるかないかとりあえず置いといてですねあのほとんどの受験生って 論文の復習をどれだけやってるかって考えるとほとんどの受験生って「当連で答案書きました提出しました」って返ってきますよね添削されて「ふんふんなるほどあ何点だったここはこんなふうに言われたああそうかそうかうんはい」で終わりなんですよ復習してないんですよ でまとめているかもしれない何かに何かにまとめてるかもしれないけど同じ問題が出た時に同じような問題が出た時に間違えないように減点されないようにそこまで復習をちゃんとしてますかと同じ問題が出た時に二度と間違えないぞと言えるぐらいまで復習できてますかほとんどできてないですよ。さっっき言った通りふふんふんなるほど はい終わりなんんですよほとんどの方は1回もいわゆる合格答案を作らずにその回終わってるんですよほとんどの方は。そんなんなで力つくわけないででしょって話なんですよでいろんなやり方あるかもしれないんですけどせめて1回ぐらいは合格,合格点がつくような答案を作ってみませんかって話なんです で、実際自分が我流で書いた答案とその、まあ、私の答案を見ながらなのか分かんないけどその解説を聞いて復習をした後の答案がこんなに違うんだっていうものもそれ,でそれをやれば分かるしこう書くべきなんだっていうのもその差分を見れば分かるはずなんですよ。それをやってもらわないと結局答練やりっぱなし授業受けっぱなし同じ問題が来た時にやっぱり減点されてしまう。 それの繰り返しなんですよそうするとそれって進歩しないですよね。ままた来年も同じ場所にいますよねっていう風になるんですよ。だからいかに復讐が大事かっていうことをまあ分かってもらうということそしてまあ半ばこう強引にというか復讐してくれよっていう意味も込めて今のようなシステムスタイルですね。あの 一度家に帰って復習した後の答案を作ってそれを採点しますというふうにしております。はい、で、私の方で用意しているレジュメはですねいろいろありまして、えー、とあ少し今話に出てたあ私の答案というものですね、はい、ちょっと去年の持ってきましたけどよいしょ。はいえー 毎回、ですね私はこういう完結答案例というものを作ってます。これは、えっと、昨年の第9回、特筆5ですか。で、えー、はい。まあ、答案ですね。ちょっと見,見えますはい。まあ、説問1についてって言って、まあ、これ、パリ優先権の問題だったのかな。はい。まあ、こんな感じで、私が作った答案です。レックの答案ではないです。で、えー、っと、 縦20行なんで実際の答案用紙と同じ行数ですで横はですね、えー、35字にしてます、えー、ただ実際の答案は多分35字だと1文字1文字は小さくなるんでまあ皆さんは32字ぐらいで書いていただくとちょうどいいかなと思いますちょうどいいっていうのはあのー、当然あの横の文字数で1行あたりの文字数でどこまで最後いくかって決まるんで まあ、特実は2.5から3ページぐらいってい考えると、あのー、過不足のない答案を作ろうとしたときに、だいたい1行32ぐらいで書いていくと、都合2.5から3ページでカチッと収まります。と、はい、特実は、特実はたい今のでいいです。と、異商標はあ同じように1行32、まあ、から5ぐらいで作っていただくと、 おから4ぐらぐいで収まるようになってます。でこれは本試験でも何でもそうで、えー、と私もこの十何年受験生時代も含めていろいろ検討してきましたけど、あのー、まあ過不足のない記載を、まあ、それは私の書き方ということイコールなんですけど、えー、私の書き方で1行あたり32から35でやると今言ったように特筆だったら2.5から3。 一生消費だったら3.5から4にカチッと収まってきます、はい、これが、えー、完結答案例、そして、えー、っとこれ、まあ、これ授業で使ったんで色ついてるんですけど、あの答案構成、皆さんあ、普通手書きでされてると思いますね、はい、当て前ですね、授業中ですからね、ああの演習中ですからね。はい えとだから皆さんと同じように私も手書きの答案構成をお渡ししてますはいで実際にこんな感じになりますよってことでこういうのをお渡ししてますもちろんあの授業用なんで、えー、きれいにしたバージョンです私も問題解くときはこんなあの整理して書いてませんもっとぐちゃぐちゃになってますがこれはそれを、ね、授業表にあの整理したものなんで、まあ、実際皆さんが答案構成するときはここまで整理はされてないと思います 解説所にきれいに整えたというものです。はい、それと、あとこれですね、復、え、習、ー、の手引きというもの、はい、これは問題を解くにあたって、えー、背景知識として知っておくべきことをまとめた、汎用性のある ままとめにしてます例えばパリ優先権について聞かれたら、まあ、パリ優先権に注意すべきことというのはここに書いていてでその後に発生要件と主張要件というのはこうこうこういう,だよこ,う,いうことだよということを書いております、まあ、実際にはこれの当てはめをして答案を書いていけばいいということになってますあとは例えばあこれあれですかね侵害系のまとめっていうことであの侵害系ってもうパターン分けできて あのお決まりの流れができやすいんですけど、まあそれをおまあまとめているってことですね。ここでは保証金請求権の警告する側あのおまあ記載すべき事項をバーッと書いてますね。はい。まあなのであのー、私の講座を受けていただくと、先ほどのコンセプトでも言いましたけど、こういうその問題が来た時にはあこういうことを書く ここういういいとを書けけば配点くまなく取っていけるで。しかもスペース時間を加味してベストな答案というのはどういうものかっていうのが分かるということになりますだから例えば保証金請求権の警告者パターンが出たら毎回これに沿ってて書いいいいけばいいんですよ、はい。もっと言えば例えば時系列で時ほど29条とか肉の三3 9条の書き方っていうのももう私カチッと決まってるんですよ。 そその場その場場でで考えないです29条の例えば1項3号だったらこういう流れで書くって全て決まってるんですよ。例えば発明意が論になったり、えー、引用文献がちょっと変わったりとかね引礼が変わったりするかもしれないけど基本骨格は毎回同じです。だそれを身につけてくれればあとは機械的に当てはめていくだけです、はい。そうやって効率化を図ってるということです。はいえー、以上の 以上のように、答、え、案、ー、ュ副所の手引き、あと答案構成例かな、この3点セットっていうのが、毎回の講義、毎回お渡しするものですで、それと別で、こんなのがあります、これ、いつも歩行でやってるんですが、えっと、もう皆さんからめちゃくちゃ質問を受ける、意象法の類比判断です。 異常法のの類比判断を全パターンまとめたものですはっきり言います私のレジュメで解けないパターンはありませんもっというと触れてないパターンはありません仮にあったとしてもこのレジュメに書いた法則を理解していれば必ず解けます、はい、でこれを審査基準を自分で紐解いていっても絶対できませんななぜならば審査基準というのは えっと、実務者向けに書いてあって受験生向けに平たく書いてるわけじゃないんで分かってないと審査基準は読めません分かっている人じゃないと審査基準は理解できません、はい、で、まあ、どこか他の講座でまあ皆さんこれご覧になったことあるかもしれませんけどね例えば全体対全体の出願系、まあ、こういうパターンありますよね例えば高さ,さんいて コウさんが全体衣装を出しておっさんが全体衣装を出してその後にコウさんがの方が候補発行されたと、まあ、当然遺書法ですからあ登録があったってなりますけどね、えー、とその場合おっさん側のこちらの質側にどんな拒絶理由が来ますか、はい、それを3条3条のに9条できちんと答えを導き出せますかって話です時系列が変わって 江さんの候補発行後にオチさんが出願した場合どういう共有す来ますかっていうことで3条3条に9条上と下で若干違うんですよこの違い分かりますかって話ですねあとは江さんは出願してないけど高知にしたとかねでそれが今度はえと全体対部分の場合どうですか実は全体対部分っていうのは2つのパターンに分けることができますとか えと全体対部分のまた別のバージョンとか,だか3つに分けられるのか、はい、次は全体対部品の場合どうですか、はい、ひっくり返って部品対ごめんなさい部分対全体はどうですか、はい、部分対全体ももう一つパターン出てきます、はい、部分対部分はどうですか部分対部分ももう一つパターンあります はい、部,部分対部品の場合はどうですか部品対全体どうですか最後までいきますか部品対部分どうですかはい最後部品対部品どうですか全パターンもおらてますでこれは出願系、えー、時系列って書いてますこれは出願系を意味してますけど、えーまあ、これが分かると侵害系の方の類判断も分かるようになってきます、はい、っていうレジュメ で、最後。はい、これもやります。えっ、ー、と、あれこっちか。はい。あ、これも去年使ったねで、毎回持ってくるって書いてますけど。あのー、えっ、ー、と、論文向けの基本判例45っていうレジュメです。で、あのー、まあ、品質っていうのかな。これだけは最低押さえといてよっていうものを45判例、論文向けにピックアップしています。そして、論文に、 答案にか答案に書くべきことだけを書いてます例えばリパーゼ事件だったら「えっ、ー、と丸一丸二って書いてまして、えー、とこの部分がもうそのままそっくりそっくりそのまま答案に書いてほしい部分なんです持てば書けって言われた時に一言一句間違えずに書いてほしいってことですそれを45揃えてます、はい、あの宮口先生がね あの判例の講座とかされてると思いますけどあのもちろんあれは背景からどういった事件かっていうのを全部こうきちんと理解してもらうための解説がされてると思います、えー、でただ、論文っていうのはですねそれを理解していてもどういうふうに書くかっていうことを用意しておかないとその場で書けないんですよ。書いても そんな時間もスペースもありませんからやっぱりその例えば今言ったリパーゼ事件だったらこういうふうに書くっていうふうに用意しておかないと書けないです、はい、でそれを用意するのを用意するのには相当時間かかるんで皆さんご自身でやるのは大変でしょうから私の方でやっておきましたって話なんですなのでこれを身につけていただければいいですよって話をしてるんです、はい、ということでえー、っと まあこんな感じですかね。はい。まあ毎年、あの、お伝えしてることなんで、多分あの、YouTube 上には、あの、去年のエルゼミの,あのガイダンスの動画も載ってると思いますけど、あの、ほぼ同じこと言ってると思いますけどね。あの、今年もそんな感じでやっていきたいと思います。えー、っと、そうですね。えー、っとレックのページに えーまあ、お申し込みの流れとかいろいろ書いてありますのでそちらをお読みいただいてぜひご検討いただければと思いますはいそれでは私のガイダンスエルゼミのご説明はこれで終わりたいと思いますご検討よろしくお願いいたしますはい失礼します